日本人メジャーリーガーのパイオニアとして今なお語り継がれる野茂英雄。日米通算201勝、メジャーリーグだけで123もの勝利を積み上げ、迷宮化入りも果たしています。そんな野茂の特徴といえば、奪三振を奪う能力に長けていること。野茂は日本で最多奪三振のタイトルを4度、メジャーで2度獲得しており、日米通算で歴代最多の3122奪三振を記録しています。トルネード投法から繰り出されるストレートとフォークに多くの打者がキリキリ前になっていました。そんな野茂の記録に迫るのが、 WBC に出場しメジャーリーグで活躍するダルビッシュです。ダルビッシュは22年終了時点ですでに3038奪三振を奪っており、野茂越えまであと少しの位置まで来ています。すでにベテランの域に達していますが、このまま怪我なくローテーションを守ることができれば、記録達成は決して不可能な数字ではありません。怪我に悩まされ不調なシーズンもあったダルビッシュですが、20年は最多勝に輝くなど見事な復活を果たしています。なぜダルビッシュは復調できたのでしょうか。それは野茂のアドバイスがきっかけかもしれません。野茂はかつてダルビッシュに対しメンタル面でのアドバイスを送っています。ダルビッシュは野茂から何を吸収したのでしょうか。トルネード旋風。野茂はアマチュア時代に古田敦也らと共にソウルオリンピックへ出場。日本代表の主力投手として銀メダル獲得に貢献した野茂は、アマチュアナンバーワン投手として注目されていました。1989年のドラフト会議では8球団が1位指名。これは22年時点でも破られていない史上最多の競合数です。抽選の結果、近鉄が交渉権を獲得。この時野茂は社会人時代に築き上げた独自の投球フォームに手を加えないことを入団の条件として球団に提示します。当時の監督だった仰木彬はこれを快諾し、野茂は近鉄に入団。野茂はプロ入り1年目からアマチュアナンバーワンの実力を遺憾なく発揮します。29試合に先発し18勝8敗、287奪三振、防御率 2.91 をマーク。最多勝、最高勝率、最多奪三振、最優秀防御率のタイトルを獲得し、平成初の投手三冠を達成しました。以降、4年目の1993年まで4年連続で最多勝、最多奪三振のタイトルを獲得し、日本のエースへと成長します。5年目のシーズンは故障もあり、入団以来最少の登板数となる17試合に登板し、8勝7敗という不本意な成績となりました。そして1994年のオフ、野茂はメジャー挑戦を表明し、ドジャースへ移籍します。メジャー1年目となる1995年、この年は前年から続くストライキの影響で開幕が1ヶ月ほど遅れていました。そんな中でデビュー戦の先発マウンドに登った野茂、勝ち投手にはなれなかったものの、5回無失点、7奪三振という好投を果たします。その後も好投を果たし、シーズンの前半戦を終えて6勝1敗、防御率 1.99 という好成績を上げた野茂は、新人ながらオールスターゲームに選出。そして先発投手を務め、2イニングを無失点に抑える快投を披露しました。最終的に13勝6敗、236奪三振をマークし、最多奪三振のタイトル新人王を受賞し、アメリカで大人気の存在となりました。野茂のファンの総称として、野茂マニアという言葉が生み出されたほどです。アメリカのベストセラー作家であるロバート・ホワインティングは自身の著書で、地元アメリカの選手にはおそらく真似のできなかったことを日本人選手がやってのけたのだ。かつて野球選手が持っていた模範的感情を野茂が取り戻してくれたと語っています。その後もメジャーリーグ史上4人目となる両リーグでのノーヒットノーランを達成するなど活躍し、メジャー通算123勝を挙げ、1918もの奪三振を記録しました。そして2016年からサンディエゴパドレスのアドバイザーに就任。野茂はこのようにコメントしています。
私のアドバイスがパドレスの若い選手に伝わり、ワールドシリーズ制覇の手伝いができればいいと思っています。自分にとっても学ぶ機会です。次世代のスターはぜひ野茂の元から育ってほしいものです。そんな野茂からアドバイスを受けている一人が、今年の WBC に出場したダルビッシュです。ダルビッシュは野茂のアドバイスから意外な発見をしたようです。ダルビッシュはどんなアドバイスを受けたのでしょうか。野茂とダルビッシュの関係。2021年にパドレスに移籍したダルビッシュは、キャンプ中に野茂からアドバイスをもらっていました。この時のことについてダルビッシュは自身のツイッターでこのように投稿しています。野茂さんに見てもらうのもすごいことやけど、質問に答えてもらえるって普通に考えてありえないよなって思います。野茂さんの引き出しの多さにもビビってます。やはりダルビッシュにとっても野茂は偉大な選手のようですね。ダルビッシュはさらに続けて、自分は野茂さんが近鉄時代、藤井寺球場でバリバリ投げている時、車で15分ぐらいのところに住んでいました。野茂さんがメジャーに行った時ぐらいに野球を始めましたが、まさかその25年後に同じユニフォームを着てアメリカにいるとは、とも綴っていました。子供の時に眺めていた選手にメジャーのチームで指導してもらえるとは、冷静に考えると夢のような話です。そしてダルビッシュはこのキャンプで野茂からフォークのアドバイスを受けていました。フォークといえば野茂の代名詞。ダルビッシュに野茂のフォークが加われば、さらに手のつけられない投手へと進化するかもしれません。しかしこの話は現実になりませんでした。理由は両者の骨格の違いから、直伝の砲塔をそっくり再現することは不可能と判明したからです。それでもダルビッシュはブルペンでの試行錯誤は持ち球の質を高めるためのヒントにつながっているといい、このように語っています。自分の体に置き換えていかに近い球を表現するか、スプリットだけじゃなくて他の変化球にも応用できることがたくさんあると思うので、そういうところを楽しみにしてこれからもやっていきたいと思います。野茂とそっくりのフォークを真似ができずとも、野茂からいろいろなことを吸収しているようです。その後ツイッターに、野茂さんと今まで投げることについてあまり深く話したことはなかったのですが、今日はフォークのことだけでなく、野茂さんが現役時代の時に気をつけていたことも聞くことができました。自分にはない強さがあるなと感じました、と投稿。一つの考え方にこだわらないダルビッシュだからこそ、野茂からの助言も素直に聞けるのでしょう。また2月に行われた強化合宿でも、ダルビッシュは野茂からアドバイスを聞いていたようです。この日ブルペン入りし、35球を投じたダルビッシュ。投球後には野茂に挨拶し、言葉を交わす場面がありました。侍ジャパンの YouTube チャンネルでもその様子が捉えられており、ダルビッシュは松坂大輔に丁寧に挨拶した後、野茂にも挨拶。隣に立ち、大先輩の言葉に耳を傾けていました。日本のファンはスーパースター2人の貴重なツーショットに反響。特にダルビッシュが手を前に組み、直立不動で話を聞く姿に、ダルビッシュって目上の人の話を聞くとき、こんな謙虚な姿勢なんだね。イメージと全然違う。リスペクトしている様子が伝わってくる。ダルビッシュさんの野茂さんに対する姿勢が素晴らしい。なんか嬉しくなる、などの声が寄せられていました。いつまでも向上心を忘れないダルビッシュだからこそ、しっかりと話を聞き、貪欲に学んでいるのでしょう。メンタル面のアドバイス。このように良好な関係を築けている両者。どうやら野茂は技術面のアドバイスだけでなく、メンタル面のアドバイスも送っているようです。ダルビッシュは野茂にこのような質問をします。コントロールがすごく悪い日があって、四球をいっぱい出した。野茂さんは次の日どういうことを考えますか？やばいやばいって思うんですか？この質問に対して野茂はこう答えます。いや、もうそんなのしょうがないやん。野茂はかつて9回を投げて16四死球というプロ野球ワースト記録を叩き出しておきながら、191球3失点で完投勝利を挙げたことがあります。
普通の投手であればチームメイトに対し申し訳ないと思ったり、自分に対して自分はなんて濃厚なんだと思うかもしれません。しかし野茂はしょうがないやんというメンタルで割り切っていました。だからこそ野茂はこれだけの記録を残せたのでしょう。割り切った考え方の野茂流のメンタル術をダルビッシュは自分なりに解釈します。野茂さんは自分に対して優しくなれる、そういうところが強さ。僕は自分を責めてしまう、俺なんてクソだとか本当にダメなやつだって、自分に対するリスペクトがないし、それが僕の弱さ。そういう面で野茂さんは強いなと思う。メンタルの強さ、そして自分に対して優しくする強さをダルビッシュは野茂から学んだようです。ダルビッシュは22年シーズンに2017年以来5年ぶりとなる2桁勝利を達成しました。野茂のアドバイスのおかげでダルビッシュはブレないメンタルを作ることができ、このような結果につながったのかもしれません。野茂に迫る記録。両者とも日本が誇る偉大な投手であることは間違いなく、どちらが優れた投手なのかを決めるのはナンセンスです。しかし一つの目安として、今後ダルビッシュに野茂越えを期待したい記録が2つあります。1つ目の記録は日米通算の奪三振の数です。ダルビッシュは22年シーズンを終えてすでに3038奪三振を奪っており、野茂が持つ日米通算3122奪三振にあと少しのところまで迫っています。前世紀と比べると奪三振の数は減っていますが、三振を奪う能力はまだまだ健在。来年以降もローテーション入りを果たせれば、野茂の記録を抜くのはそれほど難しくないでしょう。そして2つ目の記録はメジャー通算での勝利数です。ダルビッシュは22年シーズンを終えた時点でメジャー通算95勝を挙げています。この数字は野茂が持つ123勝に次ぐ2番目の数字。ダルビッシュの年齢を考えると30勝近い勝ち星をマークすることは決して簡単なことではありません。しかし22年シーズンはメジャーのキャリア最多タイとなる16勝を挙げ、クオリティスタート率に至ってはリーグトップの数値を残しています。来年以降も安定した投球を披露し続ければ不可能な数字ではないでしょう。23年2月、パドレスと新たに6年総額1億800万ドルでの長期大型契約をしたダルビッシュ。これはチームがダルビッシュを戦力として考えていることの何よりの証明。すでにベテランの領域に入っており、年齢の衰えが現れることは確実でしょうが、まだまだトップレベルの投手であることは間違いありません。このままの勢いで勝ち星を重ね、野茂の日米通算メジャー通算の記録超えを狙ってほしいですね。先日開催された WBC に参加し、若い選手たちに惜しみなくアドバイスを伝えていたダルビッシュ。韓国戦では3回3失点と本来の力を出せない形になってしまいましたが、その貢献度は計り知れません。これからも日本代表の中心としてチームを支え頑張ってほしいものです。ダルビッシュ、そして侍ジャパンの今後の活躍に期待しましょう。最後までご覧いただきありがとうございました。今後もプロ野球の動画をどんどん出していきますので、高評価とチャンネル登録をよろしくお願いいたします。